これはね、もうめっちゃ有名でランキングにもめっちゃ。山田さんです。ゴゼイ。今日は何でしょうか。今日は海老名サービスエリアでしりとり。いいね。朝ね7時ぐらいに着いてんだけど、人がめちゃめちゃ多い。実際しりとりと言ったけど、どういうルールでこの海老名サービスエリアでしりとりすんの？今日は海老名サービスエリアって屋台とかお土産すっごいたくさんあるから、海老名で有名なものを使ってしりとりで買っていきましょう。まあ海老名名物だけでしりとりして、まあ、最終的に運で終わりたいか、運で終われるようにして、それができなければもう今日は帰りません。最初は卵サンドのとかどうでスタートしたいと思います。パッと考えてもたこ焼きぐらいしか出てこない。とだよ。と？あ、そうか。トマト。ないか。もう一生じゃん。トマト、トマト、トマトになっちゃうから。いや、行けばね、あると思うんで、行きましょう。じゃあ、レッツゴーしちゃいましょうか。それでは、レッツゴー！さあ、行くぞ！じゃあ、早速探していきましょう。ないな。と。どうでもいいんだよね。今7時ぐらいだよね。めちゃめちゃ人いんのよ。ねえ。ここら辺ありそうじゃん。鳥とか。ありました。鶏皮ホルモン焼き。鶏皮ホルモン焼きそばゲットです。やった。はい、2品目。料理名は木で終わったから。もう決めてるもんね。牛タン。いいの選んでる。牛ぐしで、しだから、もう決めてた。小籠包。小籠包でいきます、3品目。小籠包ゲットです。これからカッチがウオ。探しに行くんですけど、他の商品は車で紹介するので楽しみにしてみてください。1品目、さっき買いました。鶏皮焼きそばを買いました。だけど鶏皮焼きホルモンがどこに入ってるか見当たりません。ただの焼きそば。うまいもの横丁にあったね。めちゃめちゃうまい。ちゃんと鶏皮入ってんじゃん。出だしから撮影してたら、ゆうちゃんが映ってる時すごいみんな見てくるんですよ。まあ、すごい嬉しいことなんですけど、僕が交代して映るじゃないですか。誰も振り向きもしなくなってすげえ寂しかった。誰だって、なんか誰だっつって見てくれんならいいんだけど、ゆうちゃんの時は誰だとか、あの子誰なんだろうで見てるんだけど、僕になった瞬間1ミリも誰も見ない。あ、趣味で撮ってんだなって。ふざけんな。俺ん時なんか見ろよ。どっちかというと畜生。2品目、カッチのターン。ゲークス、ちょっと食べちゃってます。うまそう。これも有名だね。うまいもの市場。飯食べたいなってなったらみんなね、あそこで買うよね、とりあえず。ってことで、続いては、小籠包。これめっちゃ有名じゃない？めちゃめちゃ有名。こんな暑い日に、こんな暑い小籠包を食べます。多分肉汁は出てる。ごまの風味がある。美味しいね。うまい。てことで、4品目、エビの名物、うめえ。それはいいんですか？元気が出る。だから、オッケー。うがなかったんです。次、5品目、明太マヨエビエビ焼き。これはね、もうめっちゃ有名でランキングにもめっちゃ入ってる。タコ、あのたこ焼きのタコの代わりにエビが入ってプリッとしてるそうです。これは立ち寄ったら絶対行かないとダメ。そうだね。エビ入ってる。これは当たり前だ。エビエビ焼きでエビなかった。なしなし焼きになっちゃう。すごい、明太子でさ、海鮮みたいになってるね。カッチ最近明太子食べれるようになったらしい。生まれて初めて明太子食べたら美味しかった。 A 型の人ってさ、これがうまいって決まったらさ、それしか食べないやつら多くね。つまんねえ人生送ってるよな。 A 型モテない説あるよ。私ね、まずそうでも変な味あったら挑戦したいの。冒険大事だよ、やっぱり。これは絶対に食べてください。もちろんおすすめ、明太マヨ。そして僕らのよもぎ。何気に牛串屋さんの屋台で売っていました。これ隠れメニューかもしれない。いろんなね、味が売ってたけど、ヨがつくということでよもぎです。ぎ、餃子フランク。なんで餃子、餃子の味するんかな。いやさ、普通するわけないじゃん、餃子のさ味なんて。うわ、餃子。待って、餃子だわ。牛串屋さんだけでも満足できるもの多いよ。だって俺ら今さ、中で買ったのさ、梅だけじゃね。ちゃんと紹介したいっていう気持ちがあるからね。中に梅しか売ってねえのかってなる。日本一のサービスエリアが。ちょっとね、よもぎじゃなくて吉野家。はい、次が餃子フランク。黒ごま月餅。
本当は黒ごまあんまんが食べたかった。夢中で探してると運がつく食べ物にたどり着いちゃうね。運は最後にしたいからね。じゃあ次、ゲッペイイカゲソ串。これもうまいもの屋台、屋台の人ね、もう何回目だって感じですね。さっきのエビエビ焼きよりプリプリ、ダイエットしてる人でもすごいいいかも。やっとちゃんとして3泊来たってことで、イカゲソ串シューマイでかっ、551のシューマイみたい。僕たち多分全店舗行ってる。うん、どこもめちゃめちゃうめえな。油の鬼って感じ。これ見てマジで行く場所決めてほしいぐらいってことでね。何、うわ、次もラストよ、お腹がいっぱい。エビだといえばみんな何、しかも最後はんで終わるって決めてたから、あれしかないか。歩いてたんですよ、普通にエビナの名物で締めたいなと思って、そしたら出てきたの、いきなり出てきたメロンパン反射。いいんですか、もうしょうがない。最後はんだし、エビナメロンパンで締めさせてほしい。メロンパンの種類もねめっちゃあって、一応ね1位がこのエビナメロンパン、みんな箱買いしてお土産で買ってくみたいです。これ数年前に食べた時ひどいこと言っちゃった可能性がある、特に私。でも弁解させて、メロンの味がするメロンパンは嫌いって言った、ただのコンビニみたいなやつが好きって言ったんだけど、あの撮影をしてからメロンの味がするメロンパンが好きになりました。ってことは今回のメロンパンは大好きです、美味しい。エビナも2年経ってメロンパンは進化したってことで、いやよいやよ、もう好きのうち。ごちそうさまでした、ごつい。実際やってみて、やっぱいろんな食べ物あるし、サービスエリア寄るならもうエビナはすごいおすすめかな。サービスエリア寄らだからっていうよりかも、海老名サービスエリアをデートコースで行ってもいいかもね。卵サンドの動画見てお付き合いすることができました。海老名サービスエリア行きました、そこで告白しました。やだな。ってことで、この動画見て海老名サービスエリア行きたいって思った方はチャンネル登録、最後のメロンパン食いたかっただけじゃねって思った人はグッドボタンお願いします。ってことで今日もありがとうございました。せーの、ゴンゼー。俺的にこの T シャツお気に入り、かわいいね、卵だからね。これいろんな種類あるもんね、うん、なんか他のさ、例えばこのチャンネル見て YouTube やってる人とかいてくれたら、なんか他の種類で来てほしくない。おお、わかんない、あるかわかんないけど、エビだったりとか、ラムネ、ラムネ枝豆とか、ぜひ。バイバイ、エビナサービスエリア。ベビーカステラ買いたい。あ、そうなん、じゃあベビーカステラと、モンスターエナジーと、月餅買ってきます。